そうですね、やっぱり憧れのホールですし、噂で素晴らしいっていうのはやっぱり聞いたんですけれど、実際やっぱり弾いてみて最高だってもう本当に思ったのは覚えてますね。もう何やってもホールが反応してくれるっていうすごい自由が利くホールですね。もう僕大好きです。無伴奏のバッハを、昼と夜で、全曲やったっていうのはやっぱり、まあ、普通にアーティストとしてもすごく一つのワンステップだったと思いますし、特にそれをサントリーホールでできるっていうのは本当にラッキーだなと思ってますね。本当に僕もきっとその場に立ってるときっと寂しく感じるのかなとか、反対になんか圧倒されちゃうのかなと思ったんですけれど、実際やってみると本当2000人入るホールなんですけれど、200人ぐらいしかいないのかなっていうぐらいな温かい感じで弾けたので、それは嬉しかったですね。やっぱりツアーで来るじゃないですか。ってことはその前に違うところで弾いてるので、毎回僕もまあ毎回というか2回ぐらいしかないんですけれど、ベルンフィルでここに来るたんびに毎回帰ってきたっていう雰囲気にみんながなるので、本当にみんながベルリンのフィルハーモニーで弾いてる感じの、なんかその力が抜けたリラックスムードで弾けるっていう、まあよく知ってるっていうのもそれあるんですけれど、やっぱりみんなも好きなんですよね、きっとね。10周年なので、音楽祭の本当に素晴らしいメンバーが集まってくれて、ね、こんなメンバーでサントリーホールでスナイアカができるって、もうこれ以上の幸せはないと思ってるので、これはもう僕の今までの音楽人生の中でもきっとハイライトになるコンサートと思ってるので、それはもうぜひみんなも来てほしいですね。ミラクルっていうふうにしようって言ったんですけれど、でも一言でやっぱり言えないと思うんですよ、このホールが。だから一番僕のやっぱり気持ちの中で、近くなる言葉って言ったら、アットホームですね。でも本当に温かい家に帰ってくるみたいな感じで、毎回本当にホール出てくる、ドアが開いた瞬間に出ていくときのはぁーっていう気持ちで出ていけるっていうのが、あるので、アットホームっていう感じですね。サントリーホールっていうと本当に僕もよく聞きにも来ますし、聞いてても弾いてても素晴らしいホールで素晴らしい響きが鳴ってて、特別な空間だと思ってるので、これからもね、ずっとこの音が消えないように、続けていってほしいと思います。